Welcome to Japan. Welcome to Narita. 私、市川海老蔵にございます。これより成田市の魅力を存分にご案内してまいります。日本の空の玄関口である成田。成田空港から電車で最短7分の場所にあり、古くから成田山新勝寺の門前町として年間1400万人以上もの観光客が訪れる観光と信仰の町。そんな成田山新勝寺と成田屋の屋号で名の知れた歌舞伎の名門市川家は、江戸元禄以来お不動様の絆で結ばれております。市川家初代である團十郎は、歌舞伎の舞台にしばらくや鳴上に代表される荒事を取り入れ、人気を博した江戸歌舞伎の第一人者です。初代團十郎は成田市畑屋出身の堀越十三の息子として生まれ、自身の跡継ぎに恵まれなかった際に成田山新勝寺で子授け祈願をされました。すると見事長男を授かり、ここに市川家に代々続く不動尊信仰が誕生したのです。成田屋の屋号を持つ市川宗家と成田山新勝寺は江戸時代より深い絆で結ばれております。この度、市川海老蔵が成田市ご案内人として成田の魅力を日本の伝統芸能文化と連動させながら伝えてまいります。皆様ご期待ください。通称成田のお不動様と呼ばれる大本山成田山新勝寺は、開山以来1000年以上もの歴史を誇り、毎年お正月三が日のお寺では日本一の初詣客でにぎわいます。総門、仁王門、三重の塔、釈迦堂、平和の大塔など新旧さまざまな建造物が並んでいます。大本堂で毎日行われているおごま祈祷では、誰でも堂内に上がって参拝することができます。お立ち寄りの際はぜひご参加ください。また成田では、古くから成田山新勝寺に訪れる参拝客をうなぎ料理でおもてなししたことでも有名です。800メートルほどの参道沿いには約60店舗のうなぎ料理店が軒を連ね、香ばしい匂いが漂ってまいります。四季を通じ、あらゆる世代の皆様に楽しんでいただけるさまざまなイベントやお祭りを開催しておりますので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。日本の玄関口成田でお待ち申し上げ、奉り候。 Welcome to 成田。